ダンスを志す高校生たちが頂点を争いました。全国の高校でダンスをしている部活動や同好会を集めて、その創造性や表現力を競うダンスコンペティションが中区栄にあるアートビアホールを会場に開かれました。今年が2回目の開催で、愛知県を中心に19チームがエントリーしました。その中から選ばれた10チームが本戦を戦い、頂点を目指します。出場した生徒たちは次々にこれまで練習してきた成果を発揮し、若さあふれる演技で会場を盛り上げました。審査をしたのはダンスの専門家や地元のファッション業界やマスコミなどの企業です。高校生たちは物おじすることもなく、精一杯チームが追求してきたテーマを体のすべてを使って表現していました。中でも注目されたのは、予選をトップで通過した岡崎の光が丘高校です。環境問題をテーマに、人の手で苦しむ自然を表現しました。元気なダンスが多い中、メッセージ性を強く含み、審査員に深く印象づけます。また予選を2位で通過した名古屋市の清涼高校は、和のテイストを盛り込み、迫力で会場に訴えます。いよいよ結果発表です。光が丘が逃げ切ったのか、清涼が追いついたのか、はたまた別のチームか。審査の結果、優勝したのは光が丘高校。舞台の上で喜びを爆発させていました。本当に去年悔しい思いをしたので、チームが今年本当にリベンジできて本当に嬉しいです。勝因は何ですか？やっぱりなんか伝えたいことが明確で、それを伝えようって全員が一つになったことだと思います。でもちょっといけるなって思ってました。勝因は何ですか？20人の絆です。表彰式では各受賞チームが発表され、それぞれ来年の大会へ思いを新たにしていました。